はい、こんにちは。図星を使えるとかって言いますが、図星って何なのかは、まあ、ご存知の方多いでしょうね。図星っていうのは、弓道の、的の真ん中の真っ黒い部分を図星と言いますと。で、的で言うなら、的を射るっていうのが、まあ、本来的は射るもんなんで、的を射た表現っていうのが、まあ、普通なんでしょうか。最近では的を得るでも、まあ、間違いじゃないというふうに言われてるらしいですが、まあ、的なんて本来は射るべきでしょうが、まあ、的を得るのが、まあ、言いやすいといえば言いやすいので、まあ、認められつつあるのかもしれませんと。まあ、どっちが本来正しいのか私は分かりませんがと。じゃあ、今日は東北大学の問題を紹介するんですが、放物線と絶対値のついた3次関数の共有点の個数を、まあ、求めるとしても、もちろん、K の値によって、まあ、分類してくださいと。まあ、これは丁寧にグラフをきちんと書けばできる、それだけの問題だと思います。まあ、ただ、絶対値ついてるんで、ちょっと処理が厄介かなと。じゃあ、まず、これ絶対値がなければ、ただの、3次関数で、まあ、プラマイ1で x 軸と交わるんで大雑把な形書いとけば、マイナス1と1で x 軸と交わって0でこんな感じと。でこれが、絶対値がない場合で、絶対値がつくとこのマイナスの方はこっちで、ここはこうなるというような感じのグラフになるんですが、じゃあ絶対値がついてたら、じゃあ処理しづらいから、じゃあ絶対値を外すには、プラスの場合だったらそのまま取ればいいんで、x3 乗、マイナス、x と。これが、こうなんです。マイナス1から0の間と、マイナス1以上、0の間と、1以上の時はこういうグラフと。x が1以上の時と。で、じゃあこっち1と。マイナスの場合は、絶対値取るときは、符号を反対してあげればいいんで、y イコール、マイナス x3 乗プラス x と。これは、ですんで、x がマイナス1よりちっちゃいとき、x がマイナス1よりちっちゃいときと、あと、0から1の間。0以上、1のときは、こういう3次関数になります。じゃあ、これらとこれの共有点を調べるんだから、それぞれ連立させるんですが、じゃあこれ、後でもすると、あと1を連立させて、これイコールこれ。で、k を残して左辺に移行しちゃった状態を書くと、x3 乗。で、マイナス、次数が入ってきますので、マイナス x 次乗を、で、マイナス x。で、イコール k と。で、これの左辺を f カッコ x で持ってあげると、 f カッコ x イコール x 3乗マイナス x 次乗マイナス x と。じゃあ f ダッシュ x は 3x 次乗マイナス 2x マイナス1と。じゃあこれは因数分解ができて、 3x と x でマイナス2だから、こっちにマイナス2かな。なんで、増減表を書いてあげると、x、f'、x、fx と。で、マイナス3分の1と1の時0、0で、3次の係数プラスなんで、上がって、下がって、上がってと。で、マイナス3分の1の時の値が、f カッコ、マイナス3分の1は、27分のマイナスだからマイナス1。で、ここは、2乗してプラスでマイナスだからやっぱりマイナスで、9分のだから、27分のだと3。で、マイナスマイナス、プラス3分の1。プラス3分の1だからプラス9。ってことは27分の5。で、1の時は、まあ、簡単に1引く。1、引く1なんで、マイナス1と。で、ただしこの関数は定義されているのがマイナス1からなんで、マイナス1の時の値も知りたいかなと。じゃあ、f カッコマイナス1は、マイナス1、マイナス1、プラス1なんで、やっぱりマイナス1と。じゃあそこで、ここからグラフはやや丁寧に書いてあげると、
大事なポイントはマイナス1と1とマイナス3分の1で、マイナス1の時がマイナス1、そうすると、この関数は、マイナス1、マイナス1を通って、で、マイナス1からは定義されている。で、マイナス3分の1の時に、27分の5っていう極大値を通って、こんな感じで極大値で、で、ここまでは定義されていて、で、ここからは、違うけど、まあ、一応、点点点で書いていくと、1の時に、マイナス1の極小値したここが極小値で、で、1以上の時はまた再び定義されるんで、ここからこう上がっていくと。じゃあ一方、あと2の連立も同じようにやっていくと、これイコールこれで、K を残して移行すると、マイナス X3 乗、マイナス x 次乗プラス x イコール k と。じゃあ同じく、左辺を g カッコ x とでもすると、もうじゃあいきなり見ましょうっていう。g ダッシュカッコ x は、マイナス 3x 次乗、マイナス 2x プラス1と。じゃあこれは、マイナスカッコで 3x と x で、プラ、今度はプラス2にしたいから、こっちがプラスですね。で、こうで。いや、そうすると、やはり増減表を書いてあげると、今度は、マイナス1と3分の1。で、今度は、3次の係数マイナスなんで、減って、増えて、減る関数。で、3分の1の時は値は、これ同じですね。3分の1、27分の、マイナス1とマイナス3とプラスけど同じです。27分の5と。で、マイナス1の時も、プラス1、で、マイナス1、マイナス1なんで、やはりマイナス1と。じゃあ、マイナス1、マイナス1って極小値なんで、今度は、で、この関数は、マイナス1以下で定義されてるから、ここは定義されていて、ここで、極小値。で、1からは定義されてなくて、どこで ?0 を通ります。0を通って、で、3分の1の極大値に向かっていると。3分の1の時、同じ高さのここに極大値。で、0からは定義されているんで、こうと。で、極小で下がっていって、1までは定義されている。1までは定義されていると。あともう下がっていっちゃう。下がっていっちゃって、こうと。で、これでまあ、グラフが書けましたと。そしたら、あとは、y イコール k を引いて、何点で交わってるかっていうんで、分かれ目は、このまず27分の5よりでかければ、じゃあ k が27分の5よりも大きければ、2箇所ですね。で、k が、ぴったり27分の5の時。K が27分の5の時は、ぴったりこう、接する状態なんで、1、2、3、4と。で、K が、今度は0から27分の5の時は、1、2、3、4、5、6箇所で交わると。で、k イコールこの0ですね。k イコール0の時は、1、2、3、4、5と。で、k が0よりもちっちゃくなって、マイナス1よりはでかい。マイナス1よりはでかくて、0よりちっちゃい時は、1、2、3、4と。で、k イコールマイナス1の時は、2個と。で、K がマイナス1よりもちっちゃくなったら0という、まあ、これで分類して答える必要がありますと。まあ、丁寧に書けば、優しい問題ですと。じゃあ以上です。ありがとうございました。